それでは解説していきましょう。2004年の名古屋大学の問題ですね。問題文一緒に読んでいきながら図を書いていこうかなと思います。 C1C2C3 は半径がそれぞれ AA2A の円としますと。でこれが全部半径1の円の中に内接していて、 C1C2C3 は互いに外接していると。だから、まあ、ある程度イメージを取っておくと、まあ、ちっちゃい円2つっていうのがこうあってですね、半径が A のやつがあって、で半径が 2A の円があって、まあ、こんな感じでこうくっついていると。でそれらが全部半径が1の円の中に内接しているって言ってるイメージ、こんなものが頭の中で描けてればいいわけですよ。っていうのを元にして、先に大きい円からちょっと書いていくと、この辺で接すればいいのかな。だからちょっとこの辺に接するようなイメージで、よいしょ、こんなやつと、よいしょ、こんな感じかな、っていう半径1の円を用意しておいて、半径が2の円、こうかな、よいしょ、よいしょ、こんな感じのイメージで、円が描ければいいのかなと思います。でそうするとどういうふうに考えていけばいいのかというと、 AA2A っていうふうな状況になってるんですが、やらなきゃいけないこと、複数の円が出てきたらとにかく中心同士を結んでいくっていうのが大事なので、円の中心中心中心っていうのはそれぞれちゃんと見ていきましょう。そうすると中心、どれがどの中心かっていうのはすごく重要なので、注意しながら見ていてくださいね。まず小さい円同士の中心はこれとこれですよねと。でこの中くらいの円と中くらいの円の中心結んでもこうなるわけですよね。で最後この大きい円と中心を結んでいくっていうふうになった場合どうなるのかっていうと、大きい円だった場合これがこのまま接点までいきますからね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。ここがねやっぱりね、こうちょっと円が複数出てくるとわからなくなってきちゃうんですけど、中心中心接点があったらこれらが一直線上に並んでいくわけですからね。 OK、 だからこの中心とこの中心とこの接点までがセットでこう一列に並ぶわけです。当然まあこっち側も同じようになっていくんだけどね、同じようにこうやって接点までいくんだけどね、いいですか。で同じようにこの中心中心接点ですから、これがまあこういうふうに一直線上に並ぶと。なので一番最初にこういう状況がちゃんと描けてればよかったわけですよ。で今半径がこっち A こっち A っていう風になってて、こっち 2A なわけだから、ちょうどここで対称性があるので、まあ、スパッとここで区切ってあげてですね、話を進めていく と、図形が見やすくはなるんじゃないのかなと思います。最終的には A の値を求めろって言ってるわけなので、いろんな関係式を作っていけばいいんだけど、まず中心中心があるので、よいしょと、この三角形見ていくとどうなるのかっていうと、ここが 2A でここが A ですから、合わせてここからここが 3A ってことはすぐ分かりますよね。で当然ここの長さが A なわけですから、あ、これが半径半径で AA だからね、はい、ここに直角三角形出来上がって1対3ってことは分かると。だからここの長さっていうのを見ていけば、1対3対2ルート2っていうふうに三平方の定理使えばすぐ分かるので、ここの長さも A 使って表せるわけですね。だからこの辺でうまく方程式作れないかなっていうふうに考えていけばいいんだけれども、はい、使ってない情報が今のところあって、今この中くらいの円、この円、この円、この情報で今どん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 式を立てていってるんだけど、この大きい円に内接しているっていう情報はまだ1個も使ってないわけですよ。ということで大きい円の中心見てあげると当然ここにあるので、ここをねうまく条件の中に入れていってあげましょうか。ですかね。ということで、よいしょと、今書いたこの黄色の直角三角形の部分と、ちょっとピンク色の線の部分をちょっと拡大してここに書いておきましょうか。点の名前も全部打っていこうかな。こっちが C1 で、これが C2 で、これが C3 だから、中心もこれを O1、O2、O3 なんていうふうにやってみて、この一番ど真ん中をまさに O ってしてみましょうか。Okay、でこの C1 と C2 のこの中点は何でもいいけど、 A でも B でも何でもいいんだけれども、なんだろうな、 M とかにしとこうか、中点だから M とかにしておいて、ここが M で、ここを O1 にして、ここを O3 にして、ちょうどどうかこの辺に O があるっていう状況で、よいしょと、今一応色対応させておくと、黄色の直角三角形がここにあって、
ピンク色の線がここでビューっとこう引かれていってるよって、こういう状況なわけですね。 OK ですか。さあ、そうするとまず何が分かるのかっていうと、ここが 3A でしたね。で、ここが 2A だった、あ、例えば A だったと。だからここの部分3平方を使ってあげればすぐに分かりますね。 9-1 のルートの A ですから、2ルート 2A ですね。3平方使ってるだけで、3の2乗引く1の2乗ってやってるだけね。いいですか。で、さっきも言いましたけど、まだこれだと中心の情報を使ってないので、中心 O に関する情報をどん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 集めていくとどうなるのかっていうと、ここの長さ半径が1になっていると。で、ここの半径は A ですよね。だから1から A を引けば、ここ 1-A っていうのが出てくると、 1-A とね。で、そうするとあとはなんかこの辺の長さでもこの辺の長さでもいいけれども、情報を集めることができれば、なんかここの辺でね、この辺の直角三角形で式が作れそうですよね。っていう風な観点で見ていくと、ここの円の半径は確か 2A だったわけですよ。いいですか。そうするとこっからここまでが今1なんだよね、半径ね。この中心 O からこのでっかい円の半径、ここが1なわけだから、こっからここの長さは1から 2A を引けばいいよね。ここからここの長さね、大丈夫ですか。1から 2A を引けばいいよね。すなわちここの長さはどうなってるのかっていうと、 1-2A ってなってるはずでしょ。いいですか。で、ここの長さはって考えていったら、 1-A と A で3平方の定理使えばここの長さ出せるんだけれども、ここ足すここをしたら2ルート 2A になるはずですよね。OK っていう風な感じで話を進めていけばよくって、はい、三角形こっちに行きましょうかね。はい、ということで三角形 OO1M で、はい、三平方の定理を使うとどうなるのかと、一旦左戻りますね。ここの直角三角形で三平方の定理を使ってあげればいいわけです。ルート1引く、あ、ね、いきますよ。1引く A の2乗引く A の2乗でルートつけたらここになるわけですね。ということで、はい、こっち行きましょうか。OM の長さはルート 1-A の2乗マイナス A の2乗になりますので、ルート 1-2A とこうなるわけですね。なので左が戻るとこっちですね、ルート 1-2A っていうふうにここが出てくるわけです。ということで、ここの長さとここの長さを足したらちょうど2ルート 2A になりますよっていう方程式になるはずですよね。 OK、はい、だからこっち戻ってくるとどうなるのかっていうと、O3O+OM=O3M より、1-2A+√1-2A=2√2A とこうなるわけですかね。そうするとなんかもうちょっと簡単に解けないもんかしら。そういうことやるとなんか間違いそうだから普通にやりましょうかね。ルート 1-2a だけ左辺に残して、右辺にこいつ集めて a でくくってあげるとどうなるのかな。2√2でマイナスが来るか、プラス 1a、 これで 2a になるので問題ないね。で、引く1か。で、これの両辺を2乗しましょう。両辺2乗すると、左辺は 1-2a になって、右辺が、4√√2+1√2a+1 と。ということで、1、1はキャンセルされて消えて、右辺に全部集めようかな。4、中身計算すると3+2√2a の2乗、ここの部分がマイナス2でくくると2√2+1で、-2a がこっちに来たらプラス 2a になってるはずだから、マイナス1にして a か。で、1、1消えてるので、これでイコール0ですか。こうなるのかしら。マイプラス2合ってますね。はい、そうすると、全部に a がついていて、 a は絶対正の値ですから、 a で消せる、2も消せますね。で、そうすると、2+3√2a、中身計算するとマイナス、
ちょっと下に書こうかな。よいしょ。2括弧3プラス2ルート 2a マイナス、中括弧の中身が2ルート2プラス1ですか、イコール0と。そうですね。はい、ということで a はっていうふうになるのはこっちに行けばいいのかな。こっち行きますね。はい、a の値はどうなりますかって言われたら a イコール、よいしょ、2括弧3プラス2ルート2分の2ルート2プラス1ですか、で有理化すればいいわけですね。そうすると分母分子に3マイナス2ルート2を掛け算すれば9引く8だから分母は2で、3マイナス2ルート2だから6と8、10、待って、3引くだから、ちょっと待ってね。これを消して、ここが3マイナス2ルート2だから、3と引く8、マイナス5がまず出てきて、6ルート2と、4ルート2ですか、4ルート2が出てくるので、2分の4ルート2マイナス5ですね。はい、こういうふうになるわけです。ちょっと最後、計算が大変だったと思うんですけれども、ごめんなさいね。大事な部分はここの部分で、結局は中心同士結んでいて、補助線を引くんだけれども、使ってない情報って考えれば、絶対この線も必要になってくると。だから、あとはこの三角形の中で、理式していけばよかったんだよねって話なわけです。だから、まずね、補助線で迷わないようにしてください。で補助線の引き方って決まってますから、複数の円があったら中心同士結ぶ。円と接線があったら接点と中心結ぶ、ただそれだけの話なので、まあ、そんなにね、考えること自体は難しくない、計算は面倒くさいけどね。はい、以上になります。